名作ドラマにビビルーム。どうも、佐賀出身の田舎もおさむです。お願いします。いやー、なんだかんだギャグシーンハマってきたじゃなか。いや、最初はもう考察ドラマ見る気でおったんすけどね、今回の冒頭の女性警官3人のあのテンポ感ある感じとか、は?は?は?とか、あのアイシールドのハーハー三兄弟みたいなね。今回はですね、3話の考察ポイントのおさらいプラス、あと歌川亜希さんがねやられた理由を考察したいなと思います。ということでね、まあ、ギャグとシリアスのバランスちょうどよかねって思ってらっしゃる方は、ぜひ最後までゆったり聞いてってください。よろしくお願いします。あの浜田岳さんの正体が梶間直人さんっていうね。で、この梶間直人がホステス事件で亡くなった歌川亜希さんの、あの事件の冤罪になっとる刑事の息子やったんですよね。梶間裕貴さんやったかなの息子さんで、で、この父ちゃんの無実を証明するために、刑事課におって捜査しているっていうのが分かりましたね。で、この事件の犯人候補までもう出ちゃうんすよね。で、なんか犯人は長野県警におるらしい遠間秀和っていう人の周りの女性をね捜査しろみたいな、浜田岳さんが兄ちゃんと話してるんですよね。で、犯人が女性っていうね、ここもだいぶ進んでますし、いや、まああんま分かりすぎてもね、ちょっと疑わしい部分もありますけども、長野県警はねまだ掘り下げられとらんので、今後の中注目ワードじゃないですかね、長野県警っていうのが。で、まあ今登場人物の中で長野県警絡みなのが愛之助さんと、あれか、斉藤匠さんも元長野県警やったんですよね、確か。なんでね、モカちゃんがいい仕事するんじゃないかなと思うんですよね。その愛之助さんの娘さんなんで、そこでなんか愛之助さんの過去分かるうちに、あの3人がちょっと離れ離れというかギクシャクしだすこともありえるんじゃないですかね。モカちゃんもその西島さんと浜田岳さんの、なんやろ、過去を知って、そういう場面もちょっと楽しみですね。で、こっからは自分の考察なんですけど、涼牙くんのタトゥー、ラストの回想シーンであったじゃないですか。あのタトゥー、信濃一家のやつじゃないですかね。まあ、文字の意味はわからんですけど、あの漢字ではまあわからんですけど、信濃一家か。でもちょっとわかるんですよね。っていうのも、まあ理由の一つ目として、冒頭でその香川と柳葉敏郎さんの話の中でね、なんか信濃一家を掘り下げるみたいな話してたんですよ。なんで、まあ信濃一家が怪しいっていうのと、で、二つ目にね、このさっき言ってた遠間秀和、あの人も信濃一家って言ってたんですよね。浜田岳さんと兄さんとの喋りの中で。なんで、まあこの事件のポイントは信濃一家にあるんじゃないかなと思うんですよね。涼牙くんを構成するために、梶間の浜田岳さん演じてるキャラのお父さんが近づいたじゃないですか、刑事が。なんで、やっぱ都合悪いじゃないですか、組からしたら。なんでその見せしめっていうか、罰としてお母ちゃんをまあやったんじゃないかなと思うんですよね。で、まあたまたま包丁を触ってしまったから、なんかその信濃一家の中の、まあ涼牙くんかもしれんね、忠誠誓うんやったらあの刑事を冤罪にしろみたいな、そういういきさつで冤罪になってると思うんですよね。
ここ注目どころですよ。まあまあ、信濃一家、長野県警、この辺のワードに注目して、まあ次回以降も見ていかんばですね。まあ、こんな感じですよ。いやー、モカちゃんパートは癒しですね。なんか、今回は特にその、分かった考察情報がシリアスやったんで、そこの緩急で微笑ましいんですよね。ちむどんどんでも出とったですけどね、モカちゃんが。ちょっとね、夢に向かってまっすぐやけど、ちょっとすぐ熱が出るから、体が追いつかんみたいな、ちょっと切ない立ち位置やったんですよね。でも今回はもうほとんどニコニコしとるんで、応援していきましょう。あとね、これも考察なんですけど、モカちゃんの、なんかギャグ要因感。あれ、お父さん譲りだと思うんですよね。事件の被害に遭った、お母さんの女の子連れてきた時の、可愛らしいみたいなね。あのシーンは愛之助さんとのギャップもあってよかったですね。で、こちらのチャンネルはですね、木曜の夜8時に、火曜の TBS でやってた、夕暮れに手をつなぐっていうドラマの、まあ、感想を、まあ、佐賀の田舎もんが語るっていうのと、土曜の夜8時に、こちら、警視庁アウトサイダーの、まあ、考察感想動画を上げてます。で、こちらの2つのドラマを見てる方はね、もうぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。いや、もうぜひコメント欄でね、ここどうなってんのとか、ここ良かったですよねとか、語れるような場所にしていきたいですね。ということで、次回以降もよろしくお願いします。どうも、ありがとうございました。